今回は朝ドラ「虎に翼」の第16週「女やもめに花が咲く」のあらすじと史実を解説します。第16週のあらすじ第15週ではアメリカの視察から帰国したとも子がラジオ出演して家庭裁判所の母と呼ばれたり 新潟への転勤が決まったとも子と家族の葛藤が描かれました第16週ではそんなとも子が桂葉や滝川に見送られ東京家庭裁判所から新潟家庭裁判所の三条支部へと赴任し支部の職員や新潟の弁護士杉田太郎から大歓迎を受けます弁護士の杉田太郎を演じるのは 新潟県三条市出身の高橋克実で高橋克実は朝ドラ「あぐり」「梅ちゃん先生」に出演しており今回の「虎に翼」が朝ドラ3本目の出演となりますさてとも子は職場の人と早くなじもうと努力するのですが娘の由美との溝は埋まらないままで家庭でもぎくしゃくしていました そのような中とも子が花江に手紙を書くと花江から手紙の返事が来ました手紙にはとも子にしかできないことをしてあげてほしいと書かれていました一方とも子は三条支部で山の境界線をめぐる争いの民事調停を担当することになり申立人の森口弁護士の杉田 書記官の高瀬らと現地調査に向かいますこの現地調査で申立人の森口と書記官の高瀬の間にトラブルが発生し智子もトラブルに巻き込まれてしまうのですが二人はトラブルの原因を明かそうとしません帰宅した智子は娘の由美がテストの点数を改ざんしようとしているところを目撃してしまいます ユミはテストになると緊張してしまい、良い点が取れないのだと明かすと、智子は気が弱くてあがり症だった亡き夫、雄ウのことを思い出すのでした。ユミが父親のことを知りたいと頼むのですが、智子は雄ウのことを話すことができませんでした。そんな智子は、星光一の言葉から、 自分は雄の死を受け入れていないなことに気づきます。その後智子は森口と高瀬のトラブルを穏便に済ませようとする杉田弁護士からの依頼を断り書記官の高瀬を処分することにしましたそして高瀬と向き合った智子は娘の由美に亡き夫雄三の話をすることにしたのでした 第16週の実は当時は地方の裁判所が女性裁判官を受け入れなかったので東京地裁に女性裁判官が集まっていましたこの問題を解消するため判事補は3年ごとに転勤することになり三淵義子も判事補3年が経過したので昭和27年12月に 東京地地裁裁から名古屋地裁へと転勤しますこの時判事補から判事への昇進が重なり三淵義子は日本初の女性判事となったので名古屋では一番有名な裁判官となりました三淵義子はこれまで弟夫婦と同居しており弟夫婦に長男の面倒を見てもらっていたのですが 名古屋では住み込みのお手伝いさんを雇いお手伝いさんに長男の面倒を見てもらいました虎に翼ではとも子の長女の面倒を誰が見るのでしょうか花江の実家で働いていた女中の稲は新潟出身なので稲がとも子の女中となり長女の面倒を見るのではないかという予想もあるのですが 皆さんはどう思いますか恋の予感第16週のサブタイトル「女やもめに花が咲く」とは「男やもめにうじが湧く」のついに使われることわざで独り身の男性の部屋はうじが湧きそうなほど汚いが独り身の女性の部屋は花が咲きそうなほど清潔だという意味ですこのことわざは 未亡人になった女性は綺麗になって男性にモテるようになるという意味でも使われるので、女やもめに花が咲くというサブタイトルから考えると、智子に新しい恋が芽生えそうな感じがします。実際にモデルの三渕よし子は、名古屋地裁時代に三渕健太郎と交際を開始している上、複数人の男性から好意を持たれていたようです。 三渕よしこと新潟の関係智子は新潟家庭裁判所の三条支部へ転勤したのですがモデルの三淵義子が転勤したのは名古屋家庭裁判所でした朝ドラは時系列を入れ替えているので説明が難しいのですがモデルの三淵義子は実際に新潟家庭裁判所へ転勤しています 三淵義子が新潟家庭裁判所へ転勤したのは名古屋地裁へ転勤してから20年後の昭和47年のことです当時は女性裁判官にガラスの天井があり女性裁判官は出世できず裁判長に指名されることはありませんでしたそのような中三淵義子が突然 新潟家庭裁判所の所長に任命され日本初の裁判所長となりガラスの天井が壊れました本当に突然のことで三淵義子は思いもよらない人事だったと驚いていますその後日本初の女性裁判長も誕生し女性裁判官の出世の道が開かれました今回の解説はいかがだったでしょうか よろしければチャンネル登録やグッドボタンをお願いします。